息子と呼んだエースの処刑を阻み、その身柄を奪還するため、大海賊白ひげエドワード・ニューゲートは海軍本部のある島マリンフォードを急襲する。後にマリンフォード頂上戦争と呼ばれる大海賊時代開幕以来最大の戦いの火蓋が切られようとしていた。なんだ、大気にひび？おお、ああ！爆発！真水上、真水面の高さ！開始。反対側にも。勢力で上回ろうが、勝ちと鷹をくくるなよ。最後を迎えるのは我々かもしれんのだ。あの男は世界を滅ぼす力を持っているんだ。セメイルは白ひげ率いる新世界47隻の海賊艦隊、迎え撃つは政府の二大勢力海軍本部桜花七部会。誰が勝ち誰が負けても時代が変わる。津波だ！なんて力だ、まさに伝説の怪物。キジ、若造が。ついに始まった世界を揺るがす戦い。砲声と怒号の響く中、一人の男が剣を抜いた。押し量るだけだ。近く見えるあの男と我々の本当の距離を。止めた！世界一の斬撃を！押し上がる。この野郎、この盾、それさらさ。こちらの番だ。まだだ、まだ。こちらの番だ。まだだ。
なかなかやる。こちらの番だ。こちらの番だ。まだ。それさ。凍りついた湾を挟んで白ひげ海賊団に対峙する海軍と桜花七部海の猛者たち。しかし海を越える力を振るう者たちにより戦いはすでに始まっていた。八坂の曲がたま、じゃねえか。大将の攻撃を防いだ。なんだ、青い炎をまとってるぞ。いきなりキングは取れねえだろうよ。一番隊隊長マルコ。怖いねえ、白ひげ海賊団。ロディアよりさらに希少ゾーン系幻獣士。これは効くね。嘘つけ。こんな鳥は見たことがないね。困ったね。3番隊隊長ダイヤモンドジョーズ。海軍大将キザルに一撃を食らわせたマルコにダイヤモンドジョーズが続く。止めてみろ。まったく、わしらが出払ったら誰がここを守るんじゃ。わしらが出払ったら誰がここを守るんじゃ。バカされが。ゼッティーやぞ。ジュリア。ハッ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 。調子に乗りますぜ。皆さん、ふっ、デンボレを吹き飛ばす。絶対に逃がさん。スキャンボレ、それさらず。調子に絶対you
白ひげ海賊団の船に向け火山弾を降らせる赤い。しかし白ひげはマグマの塊を槍で貫き一息で吹き消した。派手に点火しやがって、誕生ケーキにでも灯してやがれマグマ小僧。派手な葬式は嫌いか、白ひげ。バカたりな。やっぱ。やっぱ。先生、ほら。やっぱ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 。なめるんじゃねえぞ。葬式のりよって。せいや。ほら。ほら。まだじゃ。海軍本部と大岡七部会対白ひげ海賊団の巨大な力のぶつかり合い、そこにインペルダウンを脱獄してきたルフィやイワンコフ、クロコダイルらが参入。しかしクロコダイルの目的は因縁がある白ひげを倒すことであった。久しぶりだな白ひげ。助けに来たのか。そうだ。相手が誰だか分かってんだろうな。おめえごときじゃ命はねえぞ。うるせえ。お前がそんなこと決めんな。俺は知ってんだぞ。お前海賊王になりてんだろ。海賊王になるのは俺だ。くそ生意気な。足引っ張りやがったら承知しねえぞ、あなったれ。俺は俺のやりてえようにやる。エースは俺が助ける。ありゃ全部死刑でいいんでしょう、戦国さん。無論だ。突如白ひげ海賊団の頭上から現れたインペルダウンを脱獄した海賊たち。
麦わらのルフィ、革命軍のイワンコフ、かつて七部海であったクロコダイル、ジンベエ、その中には白ひげの昔馴染みの姿もあった。ジャハハハハ、世界を覚悟しろい。この戦争で麦わらのやつ、なんかあっという間に目立っちまいやがったぜ。キャプテンバギー、俺たちだって負けてらんねえぜ。さっさと白ひげの首取っちまいましょうよ。おともやられなきゃ。とは言ってもこのイカれた戦場はどうだ。おい、海賊も海兵も有名人だらけじゃねえか。おい赤っ鼻。誰が赤っ鼻じゃ。くるぐわは白ひげ。誰かと思えばロジャーのところの小僧じゃねえか。懐かしいな、生きてたのか。ダメだ、見つけられた、殺される、終わりだ、逃げるしかねえ。あの白ひげに話しかけられてる。いや、あんたも伝説の住人なんだ。一言だと思いやがって。このままで。こんなに囚人たちを引き連れて俺の首でも取りに来たのか。うん、そうだ。久しぶりだな。覚悟しやがれ。首を取るのは構わねえが、おめえその後海軍をどうする。どうだ、一つ海賊同士手を組んで海軍を潰さねえか。俺の首はその後にしろ。ちょっとちょっと、あんたどんだけ実力買われてんすか。白ひげにまるで同格だ。まあ本気出せばな。マジっすか。鳥肌鳥肌。俺ならやれる気がしてきた。いいぜ白ひげ、手を組んでやる。えー、何様。そう、我らがキャプテンバギー。呆れるほどちょろい男だよ。赤っ鼻はともかく後ろの囚人たちは結構な弾だ。やばいか。敵に回すとめんどくせえ。凍りついた海で戦う海賊たちを赤犬の流星火山が襲う。マグマの玉に焼かれ海に落とされながらも互いを助け合う海賊たち。しかし容赦なく降り注ぐ炎の雨は氷上の全てを焼き尽くしていくのだった。しまらんが、始めろ若犬。流星火山。ちくしょう。俺たちの船が何十年も白ひげ海賊団を支えた船、モビーディック号かだ。すまねえ。クワードを騙し裏切らせた海軍に激しい怒りをあらわにする白ひげ。船を降り凍った海を揺るがし
マリンフォードを傾ける。俺と共に来る者は命を捨ててついてこい。さっさと包囲壁張らねえからだ。お前の氷のせいじゃろがい。おお、君が溶かせばいいよ、杯。そんな生意気な。しまらねえな。始めろ、若犬。なめらかじゃねえろ。館内の氷を溶かされ足場を失った白ひげ海賊団、分厚く高い包囲壁によって島内に逃げ込むこともできないという絶体絶命の状況にあった。しかし白ひげは前もって先行させていたコーティング船を浮上させクルーを救助、船をオーズジュニアに引き上げさせ包囲壁の内側に侵入した。うち滅ぼせ海軍本部。勢いに乗る白姫、しかしその前に一人の男が立ちふさがった。アイスボール。あらら、ダメか、振動は来らねえな。どうも。
とっと。ああ、ダイヤモンドジョゼ。ダイヤの体で白ひげをガードするジョズ、白ひげを先に行かせるため青キジに戦いを挑んだ。よそ見したろ、今。止めてみろ。当たるといてえぞ。エースを救うためマリンフォードを吸収した白ひげはついに包囲壁内部オリス広場に到達。海軍と白ひげ海賊団の総力戦が始まる。青キジの相手をジョズに譲った白ひげの前にもう一人の海軍大将が現れた。島が持たんわい。守ってみろ。英雄カープが守りに加わったぞ。名前に踊らされるな、アホンダラ。ただの老兵だ。貴様もその世代だ。目の前の敵に気ぃつけ。いちいち街を壊しやがって。
守ってみろと言ったろう。皆さん、大魔門か。調子に油断しちゃえ。夜とシナミは越えられんか。白ひげ、エースを救出するため進む白ひげ海賊団。威信をかけて戦う海軍と桜花七部会が行く手を阻む。エースのいる処刑台の下では一歩も引かぬ激戦が繰り広げられていた。どうした、危険。俺は腐ってる。エースさん、待っとるよ。もう一歩だ。今行くぞ。俺は歪んでる。こんな時に親父が、弟が、仲間たちが血を流して倒れていくのに、俺は嬉しくて涙が止まらねえ。今にだって命が惜しい。信じるものはてめえで決めろ。赤犬からルフィをかばい命を落としたエース。目の前で兄を殺されルフィは放心状態に陥る。だが赤犬は容赦なくルフィに襲いかかる。兄弟二人とも逃がさんと言うたはずじゃ。赤犬さん、危ない。
犬に重傷を負わされながらも崩壊する海軍本部から配下の海賊たちを逃がすため、白ひげは戦い続ける。だがそこに誰もが予想しなかった男たちが来襲した。久しいな。死に目に会えそうでよかったぜ親父。いいし。ようじゃねえな。あるわけねえか。てめえだけは息子とは呼べねえな。ティーチ、四番隊隊長のサッチの無念、このバカの命を取って俺がけじめをつける。ぜはははは、望むところだ。サッチも死んだが、エースも死んだな、親父。能力を封じられてなお白ひげは黒ひげを下そうとした。しかしこの怪物が死に損ないのくせに黙って死にやがらねえ。やっちまえ。黒ひげ海賊団一味の総攻撃を受け、白ひげはついに致命傷を負う。おめえじゃねえんだ。まだ生きてんのかよ。ロジャーが待ってる男は少なくともティーチ、おめえじゃねえ。は？ロジャーの意志を継ぐ者たちがいるように、いずれエースの意志を継ぐ者も現れる。血縁を断てど、あいつらの炎が消えることはねえ。そうやって遠い昔から脈々と受け継がれてきた。そして未来、いつの日か、その数百年分の歴史を全て背負ってこの世界に戦いを挑む者が現れる。戦国、お前たち世界政府はいつか来るその世界中を巻き込むほどの巨大な戦いを恐れている。興味はねえが、あの宝を誰かが見つけたとき、世界はひっくり返るのさ。誰かが見つけ出す、その日は必ず来る。ワンピースは実在する。許せ息子たち、俺はここまでだ。感謝している。さらばだ息子たち。死してなおその体屈することなく、頭部半分を失うも敵をなぎ倒すその姿、まさに怪物。この戦闘によって受けた刀傷、実に267太刀、受けた銃弾100と52発、受けた砲弾40と6発。さりとてその誇り高き後ろ姿には、あるいはその海賊人生に一切の逃げ傷なし。白ひげシス。おかしいぜ、海賊が財宝に興味ねえなんてよ。お前一体何が欲しいんだ、ニューゲート。ガキの頃から欲しかったものがある。あるのか、教えてみろ。家族。おめえたちにはすべてをもらった。感謝している。さらばだ息子たち。